第5のミニバンは次世代キャンプワゴン。ファミリーを中心に人気の高いミドルクラスミニバンですが、その選択肢はトヨタノアボクシー、ホンダステップワゴン、そして日産セレナの4モデルに限られているのが実情です。そんな中、トヨタ車体はクロスバンギアコンセプトと呼ばれるミドルクラスミニバンのコンセプトモデルを東京オートサロン2024に出展しています。単なる小カーに見えなくもないこのコンセプトモデルですが、実際に発売される可能性が高いといいます。ミニバンと SUV を掛け合わせたようなルックスが特徴のクロスバンギアコンセプトに対して、トヨタ車体は多様化するライフスタイルに合わせ、すべての人が人生を楽しむ次世代のキャブワゴンと説明しています。その言葉通り、クロスバンギアコンセプトには、既存のミニバンに求められる機能だけでなく、アクティブな趣味を持つユーザーにも適したいくつかの魅力的な機能を備えています。例えば、B ピラーレスによる大開口ドアです。同様の機構は、ダイハツタントなどが備えていますが、ミドルクラスミニバンにおける採用例はなく、実現すればライバル差をつけるポイントとなりそうです。また、独自のシートアレンジもクロスバンギアコンセプトの特徴の一つです。特に助手席を回転することができたり、2列目シートをテーブル化したりできるという点は、既存のミドルクラスミニバンになかったものです。もちろん、ランドクルーザーシリーズを彷彿とさせるエクステリアデザインや、ソファーのようなシートと大型のガラスルーフが織りなすリビングルームのようなインテリアも、クロスバンギアコンセプトの魅力です。クロスバンギアの市販化が現実的な理由。クロスバンギアコンセプトのボディサイズは、全長 4695mm× 全幅 1820mm× 全高 1855mm と公表されています。この数値はノアボクシーとほぼ同じものであり、トヨタ車体がノアボクシーの製造を手掛けていることからも、クロスバンギアコンセプトがこれらの兄弟車であることは間違いなさそうです。それはつまり、既存のモデルの部品や生産ラインが流用できるということであり、クロスバンギアコンセプトが市販化される可能性が高いことを意味しています。実際、東京オートサロン2024に出展されたクロスバンギアコンセプトを見ても、細部までしっかりと作り込まれており、関連法規も十分満たし得る内容となっています。さらに、2024年3月にはトヨタ車体が特許庁にクロスバンギアコンセプトの衣装登録を行ったことが明らかにされています。衣装登録したものが必ず市販されるというわけではありませんが、このことは市販化に向けた大きな一歩であることは間違いありません。これらの背景を総合すると、クロスバンギアコンセプトが近い将来に市販化される可能性はかなり高いと言えそうです。25年初めのノア僕改良に合わせて登場？クロスバンギアコンセプトの市販について、現時点ではトヨタからの具体的なアナウンスはありません。しかし、ある業界関係者はモデルの性格を考えると、早ければ2024年夏にも登場する可能性は高いと話します。その一方で懸念点もあるといいます。トヨタグループを巻き込んだ一連の不正の影響から、最近のトヨタでは新型モデルの開発や生産に対して、これまで以上に慎重になっているようです。クロスバンギアコンセプトの完成度の高さを見ると、市販化を前提としていることは間違いないようですが、逆に言えば、しっかりと作り込んだモデルであるからこそ、市場環境を含めてベストなタイミングで発売したいと考えても不思議ではありません。また、2025年初めにノア・ボクシーのマイナーチェンジが行われる見込みであることを考えると、クロスバンギアコンセプトの市販化もそのタイミングになるかもしれません。クロスバンギアとデリカ D5 は競合しない。クロスバンギアコンセプトが市販されれば、既存のミドルクラスミニバンのラインナップの中でひときわ目立つ存在となることは確実です。ただ、ミニバン×SUV という点に限ってみると、三菱デリカ D5 という先駆者がいるのも事実です。では、クロスバンギアコンセプトとデリカ D5 が競合する可能性はあるのでしょうか？結論から言えば、両社が直接の競合となる可能性は低いと考えられます。先に述べた通り、クロスバンギアコンセプトはノア・ボクシーの兄弟車になると見られるため、あくまでも SUV 風のルックスを持ったミニバンという位置づけです。一方、環状骨格、リブボーンフレームという独自の構造を持つデリカ D5 は、一般的なミニバンとは一線を画した本格的なアクロ走破性能を持っています。その分、静粛性や燃費性能はやや劣りますが、それを補って余りある特徴を備えているのがデリカ D5 の魅力です。このように考えると、クロスバンギアコンセプトの市販版のライバルとなるのは、やはり既存のミドルクラスミニバンであると言えそうです。